おはようございます、はい、おはようございます、今日ですね、サクチャンネル、あの会社からちょっと飛び出て兵庫県のダリアの生産地に来ております。ここは宝塚のちょっと北の方で、あの今ちょうどこれからダリア園っていうのが一般の方も入れるこういう今看板、はい、ちょっとね開園前なんでまだ誰もいませんけど、今日は撮影方々のちょっと会社の松村さんと出張来ております。でちょっと早いうちに組合長を先にご案内、いただいたんですけど、ちょっとどっか行かれましたけど、私らだけで今ちょっと潜入したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ松村さんお願いします。はい、もうずっと回しっぱなしでいい？そうですね。週末ね、人がたくさん入るんですけど、まあ、入園料とか花摘みなんかもできるみたいですね。はい、で今日はホームページとか見たら、開花今日で大体5分目、5割か6割ぐらいっていうことなんで、ちょうどまあいい感じの時ですね。では入っていきます。はい、今まだ誰も来ていません。ヒガンバナも咲いていました。あ、ヒガンバナ咲いてましたね。うん、もうちょっと終わってますね。黒枝豆取りなんてしてるんだ。当社 あのダリアの球根は、だいたい3月ぐらいから販売が始まるんですけど、だいたい今ちょうどですね、秋のその盛り、まあ、バラの花とよく似た時期に、まあ、ダリアの、まあ最盛期なんですけど、でこれが花終わりましたら霜が来て、そこで枯れるます。冬はもう地上部がなくなって球根に戻るんですけど、でそれを掘り上げて大体2月から入荷して3月にお店に並ぶっていうのが、これがダリアの販売の時期サイクルになります。はい、植え付けはまあ3月から5月で、初めてのシーズン花は、まあ、6月7月に初夏の花が咲いて、それから秋、2回目のそのシーズンを迎えます。で秋の花がすごくよくって、バラなんかよりもすごく、まあ、綺麗じゃないかなと思います。というのがいろんな咲き方があるんですよ。大きなものでしたらもう30センチぐらいもあるし、まん丸とか咲き方がいろいろありますので、またこれからご案内します。あ、見ましょう。あ、おはようございます。あ、まだこんな感じなんですよ、今。いやいやいや、もう、これ、もう貴重なもの、ありがとうございます。ああ、今の状態がこんな状態。これからどんどん。ああ、そうですか。だから、上の花が終わって、はい。この下にどんどん栄養がいくようになる。あ、ありがとうございます。小西さんです。組合長、おはようございます。すいません。朝早くに。ちょっと無理言いまして、今、花の時期ですけど、普段なかなか見られない土の中の球根。これをちょっとご紹介したいと思って、今本当は向いてはいけないんですけど、これもできてますね、ちょっと。まあ、形はもう出来上がってるんで、これが上、ちっちゃな。されてくると、はい。球根にどんどん。ああ、なるほど。まあ、本来であれば、はい。12月、1月ぐらいに掘り上げた方が球根を太るんです。なるほど。ありがとうございます。ちょっとこれまで置いとってももう物にはならないですね。もうかわいそうですけど。そうですね。まあ、植えて戻ればまあ、あ、そうですか。はい、もうバラさずにそーっと、はい、あ、もう芽もね、これたくさん、これ球根はタコみたいに、はい、こんな感じで白いところが新しいのか、これがこれからのところですね。はい、このしなびた球根は、これはね、これが親です。あ、はあ、もともとの種球ですね。はい、これもちろんカスカスになってますけど、カスカスにならないのもあるんで、これはもう死んでしまって、ああ、子供が発生してるんですね。こういう、これは多分もう夏までにこっちの方は出来上がってて、ええ、それがもう終わ、ええ、枯れてしまってるんで、あ、まあ、それからまた新しい芽から。あ、なるほど。あ、じゃあ新しくできた球根も途中でこうしなびちゃうものを。夏にね、ちょっとこう、ええ、上部が枯れたり、はいはい、変化があったりして、ええ、そういうもの出来上がりそうになった球根が、ええ、パーになってしまって、またそれからどんどん、してきたやつで、ええ、また球根が出来上がってってことは、これもう大体カットしても、ええ、この親の球根も生きて、はい、だからもっと
もうちょっと太ってる株もあると思う。なるほど。で、親は大概は生き続けるわけですか。生き続けます。ただ汚いんですよ。汚い。新しい牛糞はもうこういう白い色。ああ、はいはい。もともと植えた牛糞はこういう色。おお。まあ親はあんまり使用しない。おお。これ今まあ花咲いてますけど、これから追肥って結構入れます？いや、もう追肥は大体終わりで、ね、10月そうなんですか。までに。ああ。逆にその今追肥やったら球根太るけど腐りやすいとかそんなのもあったりしますか？まあ、そうはないと思うんですけど、まあ追肥やった方法球根にはもうあんまり関係ない。もう追肥やって2ヶ月後に掘り上げるんだったら、まあ、はい、特効もあるんですけど、あ、今からやってももう1ヶ月ちょっとで掘っていかないと、うん、あ、そうですね。だからあんまりこう身にならない状態で、なるほど、肥料がもったいないんで、うん、まあ、これもチョコの軸にかなり栄養分があるんで、はい、あ、太いですもんね、はい、これがまあ下の方に、うん、これから1ヶ月でもうみるみる太ってくるってことですね。そうですね、はい、これからが一番太る時期なんですか。そうなんです。今まではもう上だけをどんどん、あ、で下に球根がまあちょっと出かけてて、うん、この上の花が終わると全部下の球根に栄養が、はあ、今ちょうどそのダリア園始まりますけど、その花完全に咲かしてしまうのと早めに切るんだったら球根の太りはだいぶ変わります。全然違います。全然違います。だから遅く、これはほどほど球根を太ってる、はい、なるほど、そういうことですね。もったいないけど早く切った方が来年のためっていうことですか。なるほど、わかりました。肥料っていうのはどういう肥料？普通の化成肥料。化成行ってるんですか。はい、ああ。実際酸化リがまあ十分。はい。肥料の行動肥料。ああ。行動化成。十十十。十以下だったらあんまりまあ、まあちょっと物足りない。やっぱりちょっと栄養分が少ない。なるほど。十十十で。酸化リの割合が十十十のやつで。これ例えば、あ、そうです。よく、あ、三回ですか。よく育ってる割と、まあ、株というか大株になってるやつだったら一株あたりそういう10、1回の施肥量って何グラムぐらいされる感じですか。どうですかね。10R で約1本半ぐらい、はい、30キロ。あ、30キロ。あ、そうですね、20キロ、1袋20キロなんで、10R に対して大体30キロぐらい。なるほど。やって、まあ株ごとに、まあ感覚的には一株、例えば4000株割ってるとしたら4000を30キロ、なるほど、4000株で30キロやから3万10グラム、10グラムぐらいですか。なるほど。8グラム、はい、そういう割合ぐらい。あ、よくわかりました。それを3回植え付けから収穫までの間に最低3回。なるほど。時期は何月？まあ、まあ植え付け時と、ああ、はい、で植え付け後1ヶ月ごと、はい、ああ、結構早いですね。あとはもう夏にこう刈り込んで、うん、9月の頭に3回になる。止め越えが9月の頭。なるほど。それでも十分なんですけど、まあもうちょっと太らした人は1回、10月の頭にやらないこともなる。3回ないし、はい、なるほど、よくわかりました。もうちょっとダリアね、身近なんですけど、なかなかどういうふうに管理していくのかっていうのが知ってなかったんで、よくわかりました。まだね、もう本当10月でもまだこのサイズということで、そうですね、こっから太るっていうことで、はい、貴重なものを見せていただきました。ありがとうございます。